ここが沖縄タマンです。冷蔵庫で氷を乗せて保管してたタマンとミバイ、騒いでいきます。まずお腹を出しました。お腹じゃない、頭を落としました。だいぶ残ってしまった。美味しそう。この辺めっちゃ薄い。残っちゃった。下手くそ。まあいいか。弾力があってうまそう。じゃーん、できたー。なんか結構テカテカして油が乗ってるような感じなのかな。うーん、美味しそう。よし、じゃあミーバイも一緒にやっちゃおう。なんか今回上手にできたんじゃない？ほら、ね、ここ切れてるのおかしいよね、絶対。うわぁ、ここが残ってる。じゃん。お、まあわりかしいいんじゃない。いいよね。美味しそうでしょう。ミーバイ、こいつも一緒にいただいていきます。片付けしてお風呂に入ってきました。それではさっきさばいた魚を食べていきます。うわー、うまそう。
辺がミーバイ、こっちがタマン。じゃあまずタマンから。うわー美味しそう。このテラテラ見て、このテラテラ。じゃあわさびをつけて、いただきます。うまい。上品な味だけどすごい甘い。うん、甘みがすげえある。いやこれうまいな。はい、こちらミーバイです。さあお味の方はいかがでしょうか。あうまい。あうまい。まあやっぱり、うん、食べ比べると全然違うね。同じ白身の魚だけど、ミーバイは歯ごたえもあるし、メバルの刺身みたいな感じかな。ちょっと歯応えがあって美味しい。すごいうまい。お刺身にはね、やっぱりね、お刺身にはやっぱりビール。いやーこれ最高だろう。うわーし、乾杯。ぜいたくいっぱい口に入れた方が味がわかる。いやでもね、もっとね臭いもんだと思ってた多少。やっぱね内臓とかね臭いんだよね。ぜいたくにご飯にのせていただきます。うん、うまっ。あげたタマンの動画でも見ながら。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。それではまた次回、バイバイ。